ドラン・アレクサンドロビチ・グセフは、ゲントルクメニスタン、アシガバード出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。アルセナル・キエフでのグセフ1977年、ゲントルクメニスタンの首都、アシガバードにて生まれた。9歳の時に、ゲンロシアの首都モスクワへ移住。1987年にプロサッカークラブの FC、ディナモモスクワに入団。 1997年にディナモでプロとしてのキャリアを始め2001年まで在籍をした2002年にモスクワを本拠地とするライバルチームの PFC チェスカモスクワへ移籍をして移籍1年目に15得点を挙げチームメイトであったドミートリー・キリチェンコと共にロシアプレミアリーグ得点王を獲得したその後クスカでは数々の賞を獲得したが 2006年頃からベンチを温める日々が続き、2007年11月28日にウクライナの FC ドニプロへ移籍。ロシアでは270試合出場の55ゴールを挙げた。初の海外移籍となったドニプロでは、出場機会には恵まれず、2009年 FC アルセナルキーフへレンタル移籍をした。2010年12月には、 アルセナル・キエフへ完全移籍を果たすも翌年に契約更新はされなかったためクラブを退団。そしてサッカー選手としてのキャリアを終えた。ロシア代表として1998から1999の期間にオリンピックチームに招集され10試合に出場を果たしている。2000年5月31日、親善試合のスロバキア戦で A 代表デビューを飾った。 2003年2月13日に行われたルーマニア代表との親善試合で代表初ゴールをマークした。2000年にデビューを飾って以来コンスタントに招集され、出場していたグセフであったが、2002フィーファワールドカップでは先行から外れた。一説にはオレグ・ロマンツェフが率いていた FC スパルタク・モスクワに移籍しなかったことが原因ともされている。 UEFA ユーロ2004では晴れてロシア代表に選出され出場した。2005年10月8日のルクセンブルク代表との親善試合がロシア代表としての最後の試合であった。ありがとうございます。